2011年鳥取県知事選挙は、2011年4月10日に、執行された鳥取県知事を選出するための選挙。第17回統一地方選挙の日程で行われた、現職の平井真次の人気満了に伴う知事選挙。現職の平井が2期目を目指し、立候補したのに対し、共産党推薦の山内淳子が挑む、前回と同じ顔ぶれによる選挙戦となった。 各党の対応は共産党県委員会が前回に続いて3内を党推薦で擁立。前回の知事選で平井を推薦した自民党と公明党は今回の選挙戦で平井が特定の政党からの支援を受けないという意向を表明したため県連支援に切り替えている。政権与党の民主党県連は前回に続いて自主投票を決め民主党系の県議は 平井の支援を決めた。同じく自民党系の県議も平井の支援を決めている。2名届け手順。環境分野などの新産業による地域経済の発展を目指す雇用維持などのために業態転換を行う企業への女性1万人規模の雇用創出した非正規雇用から正規雇用への切り替え推進大企業の県内誘致への女性をなくし、 中小企業対策に力を入れる東日本大震災を受けた災害対策の見直し高く候補の得票率投票率は59.11%で前回2007年の61.46%を下回り東日本大震災による自粛ムードもあり投票率は過去最低となった当日の有権者数は478,694人で 投票者数は282,959人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、積配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。積配率は未発表のため暫定計算とした。 現職の平井は、一期目に行った、県内への企業誘致などの実績をアピール。県内の産業振興や1万人雇用などを公約に掲げ、全県に支持を広げ、前回よりも投票者数が少なかった中で2万票、余りを上乗せし、前回と同じ顔ぶれによる選挙戦を制した。共産党推薦の3内は、東日本大震災を受けた災害対策の見直しなどを訴え、 平井県政への批判票の取り込みを狙ったが、出馬の出遅れもあり、指示が広がらず、協託金を没収される惨敗であった。ありがとうございます。